4本、5つぼ組んだ校長。51打数17安打、333、OPS、795、1軍デビューある。外野は前川の他にも5つぼや野口なんかも控えてる。佐藤はサードで行くしかないよ。今年中に1軍デビューあるかな。まず5つぼは体力あるところを示さないとな。去年も春先は打ちまくってたからな。投手の体力がある春先に打ててるんだから実力自体は確かな証拠。いつぼは今のままではセンター無理やで。両翼タイプや島田無理やろ。島田ぐらいセンター守れるようになれば金本の後釜やな。それを夏場まで維持できるかや。一軍にポジションがないからな。誰か怪我しない限りは一軍ないんじゃね。金本の後釜やしね。守備も打撃も期待されるので大変。まだまだ先でいいやろ。楽しみなんはいくらあってもええからな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。